がやっぱ上がるんですね、うん、肩のこりはやっぱりいつも感じます、うん、肩って肩の下、あこちら辺で感じます、あそうそうそう、あなるほど、はいはいはい、そうそう、その辺がいつも寝るとき痛いなって、うん、そうそう、まあ肩こるっていう方は結構この肩甲骨の内側っていうのをよくおっしゃるところなんですよね、うん、そうですね、すごく張ってますね、うん、どう頑張っても自分じゃ届かない、そうなんですよね、ここはほぐしにくいですね、そうそう、この辺を指先で押さえてこうぐるっと肩を回す、腕を回してやるだけでもちょっとほぐれますよ、でもあ、背中すごい硬いですね、カチカチ、うん、凝ってますねやっぱいつもちょっと背中が丸くなりがちなので、うん、そうするとまあ要は張った状態ですからね、背中丸めちゃうと楽なようでいて、やっぱり背中をこう伸ばしてますので、すごくあのそれでそのまんまでいるともうやっぱりバリバリに凝ってきますよね、血流が悪くなりますから動かさないと、もう本当寒いと寝るとき布団に丸くなる、ああ余計、はいはいはい、あるあるあると、楽ちんなのだとストレッチポールとかおすすめですけどね、ストレッチポール、ストレッチポール、ポール、うん、半円かまぼこ型のボールと、まあ、ポールですね、なんか棒状になってるやつがあって、うん、今ここでもあるのでちょっと後で見ていただきますけど、うん、前もってもうおすすめしたことある気がするんですけど、はい、まあ要はこう座布団を持ったのでもいいので背中の真ん中とかに入れていただいて、はい、仰向けに寝ると、うん、はあ、そうするとこう胸が開いて、はい、普段のこの背中を丸めるのと逆の体勢になりますよね、はあ、それで、まあ、しばらくね転がっておくと、うん、あの筋肉がこう伸ばされてあの癖が取れてくると、うんうん、でそれをまあ日課にしていただくと結構姿勢が良くなってくるっていうのがあります、うん、なのでまあちょっとこう、ね、寝ながらできることなので、うんうん、まあちょっとこう時間がある時というか、はい、うん、ただ横になるっていうんじゃなくてストレッチポールを使って仰向けで休むというのを、うん、5分10分でもいいのでやるという風にすると結構姿勢矯正効果があって、あ、はい、いいですね、ただ、まあ、やっぱ寒いところでやると縮み戻しちゃうので、うん、まあ、なるべくちょっとお部屋温めてとか、うん、お風呂上がりにとか、
はい、体が温かい状態で行うっていうのがポイントになりますね。結構自力でストレッチしようとすると結構力入っちゃったりとか、まあ、面倒くさくなっちゃうっていうのがあるんですけど、まあ、ただこう置いといてその上に寝転べばいいので、まあ、やりやすいんですよね。あんま柔らかい枕だと意味ないですか？まあちょっと硬いと痛いと思うので、多少柔らかくていいと思うんですけど、そうですね、なんか本当にふわっふわでピシャッとなるようだと意味がないの で、 そうですよね、まあ、ある程度形状はキープできるぐらいの、はい、今100円ショップでも売ってます。なんか空気入れるタイプのストレッチボール、半円じゃなくて円柱型ですけど、そういうのとかでもいいんですよ。やっぱもう日頃の積み重ねなので、本当にそういう体の姿勢を同じにしないっていうことが大事です。本当、はい、感じからやっていただくといいかなと思います、うん、あとは冷やさないネックウォーマーつけるとか、はい、レッグウォーマーつけるっていうのは多分意識的にした方がいいですね、うんうん、腹巻きとかね、響きますよね。ちょっと、はい、嫌な感じですか、はあ、あ、苦手な感じですか。新しい感じになる。新しい感じ、はい、ここツボがあるので、肩こり取れるんで、ただちょっと薄い筋肉なので、ちょっと人によってはちょっと刺激強く感じますね、これくらいで大丈夫ですか。あ、はい、はい、ちょっと凝っていますのでね、これ苦しさ弱まってますよね。気持ちいいです、はい、だいぶ緩んできたって感じですね、はい。